あのかなり面白そう。もう開幕から攻めるための手段がめちゃくちゃあるから、もっと早くやらせてほしいなと思った。しかもやばいと思ったらパリ押してジャストパリ取ったらもういきなり反撃のチャンスやから、フィジカルも結構出るのかな。確認オリンピックひとまずなさそうですかね。確認猶予までさすがに調べれないんで、確認の有無は分かんないです。あの読みたらでなんとなくレベルで面白そうなの誰でした。チュンリーはめちゃくちゃ面白そう。チュンリーめっちゃ複雑なキャラになってる可能性あります。構えがあるんすよ。でしゃがみ台パン構えからの構え派生技とかが多くて、チュンリーは結構面白そうやと思った。あ、いやそうだから、あの対空なんですけど、あのジャストパリーで解決する可能性がある。あとはそのこの連携無敵技あったら割れんのになみたいなんも、もうあのパリーで解決する可能性があるんですよ、あれ。だからあのキャラ格差はすごい減るだろうなと思いました、現時点でシステムを見た感じで。パリー読みの透かし飛びからの投げとか、だから今のあのアビゲイルに飛び込んだ時とあの一緒ぐらいの読み合いっすね。いやで、対空パリー対空セビぐらい弱そうじゃないっていうのがあるんですけど、ジャストパリーじゃないと弱いです。ただジャストパリー安定して最速で動けるようになるんですよ。多分こっちのヒットストップで、ヒットストップというかあのガードパリー硬直がゼロになるんですよ多分。だからなんならジャンプ攻撃取ったら空中にいる間にこっちの攻撃確定します多分、ジャストパリーだったら。ジャストパリーは今の心眼みたいなもん、いや心眼どころかブロギルのブロッキングより性能高い可能性がある、その動ける速さに関しては。ギルのブロッキングってあれ発生2の持続9の硬直3とかなんですけど、硬直3すらない可能性があるジャストパリーは。ダメがないブリッツ、いや相手よろけないと思うジャストパリーは。 C 当てるだけでもドライブ減りますよね。確認できてないです、すいません。そういう効果あるんすか、 CA ってそういう効果あんの。あ、じゃあ CA、あ、じゃあ CA 結構価値高いっすね。相手のドライブゲージ減らせれるんや。へえ。すいません、ありがとうございます。知りませんでした。いやいや、最も詳しいから、最も詳しいから。誰だ、私のこと。世界で一番詳しくないと言ってるやつは。何位の女だ。世界1位だよ。で、そう、バーンアウトするとめちゃくちゃキャラの性能下がるから、多分あれっすね、相手がドライブゲージちょっと生きて使ったところに反撃で CA 決めてバーンアウトさせれたら多分めちゃくちゃ有利になりますね。あ、ラウンド終わったらドライブゲージ全回復です。でしかも結構自動回復のスピードまあまあ早い、まあ遅くはないなと思ったんで、ドライブゲージは使い得ですね、ラウンドごとに。 SA ゲージはラウンド持ち越し。じゃあ、ゲーム部分のこれどうなんかなって思った部分は、小技が3発刻めました。こんなところ気になるってやばくない？弱ができてました。あ、そうなんやって思いましたね。まあ小技3刻みは、まあ、好みっすね。どっちでもいい。そのスト5が、2刻みが基本なんで、打撃音とか実際どう？聞いてもらっていいですか？打撃音、そんなに大きくなかったんで、R さんの声でかき消されました。わかりません。聞こえませんでした、 R さんの声で。僕はさすがに R さんの実況切らなかったんで、ずっと R さんと一緒にゲームをプレイしてたんですけど、細かい音は聞こえませんでした。今のスト5と比べてラグどうでした？なんかそんな気になんなかったんで、もしかしたら PC 版なのかなとか思ったんですけど、これがPS5 とかなんだったら、あ、全然気になんないなって感じでした。まあでも PC と比べたら絶対もう絶対 PC やなってなっちゃうから、もうそこはなんか現段階で言うのはなんかあんま意味ないかなと思います。比べないと意味ないんで。ボタンは触った、フードさんが触ってましたね。なんかね、通常技少なくなるっぽい、ちょっとおそらく。いやで、ジェイミーがね、突進技がある、劣化剣がある、雷撃臭がある、昇竜剣がある、中段があるなんすよ、これはってちょっと思いました。技が揃いすぎてて
で遠距離は酒飲めるんですよジェイミー。だジェイミー結構強そうかなと思った。遠距離でやることがあるのが特にいいなと思いましたね。酒飲むっていうのが今のうちに練習しといた方がいい技術とかあります？いや、ないんじゃないかな。あえて言うなら、その発生の遅い技は多分将来的に、まあ、ジャストパリーしましょうねみたいな感じになると思うんで、動体視力鍛えておきます。あ、無敵技は EX じゃないとないっぽい、おそらく。ただ開幕から6本持ってるので怒り役。いや、ただね、この時点でスト6こんだけできてるって、スト5やばいぐらい早産やったんやなって思いました。マジで。ああ、そう、コロナで時間あったからっていうのはあるかもしれないですね、うん、いや6はねすごい期待できる。あれはね早くやりたいなと思った。じゃ次のロケっていつって感じ本当に。あとは熱帯ネット対戦がちゃんとなってるかどうかってだけで。ちなみに僕来週も九州行くんですよ。だからさらに調べることができるかもしれん。あのね、久しぶりにねシステムモリモリの強そうな格ゲーできそうで、僕は結構喜んでます。スト5が本当に淡白なゲームやから、なんか久しぶりに結構オタクゲーにできんじゃねえのかなっていう。システムは絶対強いから結構楽しむ。いや、っていうか触った人全員そのお世辞抜きで、え、マジで結構面白そうって言ってるから期待していいと思う今のところ。黒人さんもハメコさんも石井さんもでフードさんもナルオも全員面白そうって言ってたから、多分面白いと思う今のところ。面白そうっていう感想でいいと思う。で逆にじゃああらっていうか気になるところ、ここは直した方がいいんじゃないかなっていうところは、まあ、まず僕は起き上がりジャストパリーが成立するのかどうかっていうところ。まずさすがに中下段の区別がないブロみたいなもんなんで、いくら投げでカウンターが取れると言っても起き上がりジャストパリーはさすがにゲーム荒れすぎんじゃないかなってちょっと思う。やっぱ起き攻めでなんか安心して攻めれないゲームって結構僕は嫌なんで、その絶対有利っていうその瞬間がやっぱ攻めやのにないって結構嫌だなって僕は思っちゃうタイプなんで、そこはなんかどうにかしてほしいなっていう感じ、考えてほしいなっていう。受け身2種類確認できていません、すいません、本当にすいません。あ、受け身スト5と変わらん、なるほどね。いや、ねみんなを試しました、ちゃんと知ってるかなって、うん、ちゃんとみんなついてこれてるかなって確認しました、うん、合格、あんたら合格だよ。具体的になんでそこまで面白いと感じたんですか。最初に攻めるため のゲージ手段をむっちゃ用意されてるんで、多分開幕攻めた方超有利になるんですよね。あれドライブゲージがそのガードとかでも減っちゃうんで、言ったら攻めにドライブゲージを使えた方がめっちゃ有利になるんですよ。でドライブゲージってその能動的に吐く手段がいっぱいあるんで、攻めのための手段が多い、要は攻めてくださいねっていうのがかなり感じられるゲームデザインやったんで、攻めるのが偉いゲームは基本やっぱ面白いですよ。